皆さんこんにちは、みほです。私は YouTube で日々の暮らしを配信している40代のシングルマザーです。日本とナイジェリアのハーフの娘たちと3人で暮らしています。今回は引っ越しをすることになったのですが、なんとか節約をして出費を抑えたいママのある行動をご紹介します。皆さんの引っ越しの参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、みほです。先日お引越しをしますっていう動画を出したんですけど、そちらはご覧いただけましたでしょうか。今住んでいるこの 4LDK の賃貸から今度は 2LDK のお家に引っ越します。でもめちゃめちゃキッチンが狭いです。引越し侍っていうサイトがあって、今回そのサイトで一括見積もりをしました。そしたら引越し代金だけじゃなくって、引っ越しに伴う電気工事費がめちゃめちゃ高かったんですよ。引っ越し代金は7万円とかなのに、電気工事費が8万いくらみたいな。我が家今4台エアコンを使っています。で、その4台を取り外す代金と、あとは2台のエアコンを持っていこうと思っているので、2台の取り付け代金、あとは食洗機を取り外す、そしてまた新しいところでつける、ドラム線を外す、また新しいところでつけるというのがあります。あとエアコンに関しては今200ボルトのエアコンを使っているので、分娩台の電圧を200ボルトから100ボルトに戻して原状回復っていうのをしなければいけないんですね。で、そういうのをもろもろ含めるとやっぱり8万円から9万円かかるっていう感じでした。で、高すぎるって思って、そこで私はどうにかその電気工事費を抑える作戦を考えたわけです。で、今回はですね、食洗機を自分で外してみようかなって思ってます。食洗機ね、外すのとつけるのでだいたい1万2000円ぐらいだったかな、かかるんですよ。で、その1万2000円をなんとか節約しようと思っております。ドラム式洗濯機は外すのはやってくれるそうなので、自分で新しいお家で取り付けようかなって思っています。食洗機のこの分岐もここに来た時に業者を頼んで取り付けてもらっているんですよ。だけど実はね、私初めて食洗機を使ったのが長女が1歳ぐらいの時なんですけど、食洗機買ったはいいけど取り付け代金を払うお金がもったいなかったんですね。だからその時に自分で取り付けたんです。で、その後お引っ越しをする時も自分で取り外して、で、また次の引っ越し先でも確か自分でつけたか友達に手伝ってもらったかしたと思うんですけど、まあ、経験はあるんですね。で、まあ、今回もちょっとどうやればいいかよくわからないけど、調べながらちょっとやっていこうかなって思っています。これで1万2000円ぐらい節約だぜ。食洗機の取り外し取り付けも結局ずっと業者に頼っていると、どこに引っ越す時もいつまでも業者に頼まなきゃいけないじゃないですか。自分でやれるようになれば、ね、次の引っ越しする時も自分でできる、そういう力が身につくので、まあね、もう覚えてやっていこうと思います。で、今日は食洗機を取り外す前にきれいにしていきたいと思います。汚れてるところがあれば洗って、こういうのとか、うわ、汚い裏。閲覧注意、じゃん。なんかこんなに汚くなってた。2年ぐらい使ったんだっけな、ここまで洗ったことなかった。このネジを外すの、外しちゃダメだよね、お湯も溜まってるし。どうすればいいんだろう。
いつもの2倍の洗剤を入れて最強でスタート。水道の裏にこういうのがあるので、ここをね外すみたいです。まずマイナスドライバーとかで、はい、取り外しました。で、ここの中にね、六角かな、これはなんかあるので外していきます。あ、やばいやばいやばい。その前に水道の元栓を閉めましょう。閉めます。あ、ほら今ねこうやって水出なくなりました。はい、これでね、まあ安心でしょ。水栓を止めたら一回水を出すような感じにして、ここに溜まってる水をジョボって出して、出ないなっていうのを確認しました。あ、いけそう。外せた。2番目に細い六角を使いました。そしたらヘッドカバーを外す。これがヘッドカバー。この取り外し方がよくわからなかったんだけど、こうやってマイナスドライバーでキュッてこじ開けたら開きました。これはただハマってるだけみたいですね。工具は必要ないです。で、こっから工具が必要。アマゾンでモーターレンチっていうのを買ってきました。このモーターレンチは60ミリまで開くやつ。で、これを時計と反対回しに回すと開くから、ここをはめて、お、あ、簡単じゃん。もう手でできるじゃん。はい、ナットが外れました。え、どうすんのこれ。あ、これが、これ分かんなくならないようにしないとね。そしたらこれをちょっと閉めるにしといて、一回このホースを外します。うっ、びっくりした。で、これを取り外さなきゃいけないから、はめて時計と反対回しに開く。え、逆、こっちが緩む、これは逆か。あ、こうやって外す。外せました。これが外せました。そしたらここを外さなきゃいけない。わー、取れました。で、今取り外したのの、ここが取れるので、これをここにはめるんだな。ちょっとでもその前に汚いのでちょっと掃除します。じゃあこれのカートリッジみたいなのを外して、この穴の形同じになるようにはめて、で、もう一回これを戻す。あれ違うな。ここに一番上についてたこれをここにはめて、で、またちゃんとキュッキュッて止めます。このカバーをするんですね。はい、しました。で、最後にここにはめて、最初に取ったこのネジをはめていきます。ただ、どうやってはめるのこれ、この角度で。ここね、今電動ドライバー入らないから手でキューッと締めて、よし、あ、いいねいいね。最後にこのキャップをはめて、はい、終わり、できた。今の工程で食洗機の取り外しが完了しました。はい、今このね水洗も開けてきました。あ、いいですね。もともとここについていたのはこの蛇口だったんですね。だけど私がここの部分だけを購入して、浄水が出るようなこれを取り付けました。だから引っ越す時はこれでね原状回復していくんですが、今まだ浄水飲みたいので
まあ、ギリギリまでこのままかな。分岐水栓を取り外してみて思った感想は、簡単、これやり方さえ分かれば全然超簡単だなって思ったので、私次回からは自分で取り外しすることができるなって思いました。食洗機ちょっと上のところとかホコリがあったりとかするので、こう綺麗にして、あとホースも綺麗にして運べるようにしたいと思います。次の家は本当にキッチンが狭いから食洗機置かないかもしれない。ちょっと悩んでるんですよね。できれば食洗機を使いたいけれども、どうしようかなって感じ。さてさて、じゃあホースも取り外します。今ね、こういう風になってたので、これを外して引っ張って抜きます。はい、抜きました。これもこう回すのかな。あ、水そんなに出てこなかったね。これなんだ、ネギみたいなのついてた。今ね、結構細かいところも磨いたんですけど、すごい汚かったやっぱキッチンに置いてるから油が飛んでるみたいで、結構ホコリが取れにくい。ベタベタしてる。アルコールつけるとすごい汚れ取れる。今ね、メラミンスポンジで磨いてます。爪楊枝でね、こういう隙間の汚れも取ってます。はい、綺麗になりました。もね、洗ってこの中に入れて、これであとは引っ越し屋さんに運んでもらいます。はい、ということで女性一人でも食洗機外すことができました。まあ、お金払えばね、やってもらえることですごい簡単に終わるかもしれないんですけど、今回は節約のために自分でやってみようと思って、自分でできるかなんてちょっと不安もあったんですけど、やってみたら簡単でした。で、今の時代って誰かしらが YouTube でやり方を発信してくれてるし、いや本当にいい時代だなって思いました。ではまだまだ引っ越し準備編いろいろ発信できたらいいなと思ってますので、またチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。みほでした。バイバーイ。